ロッコ、すぐに降りてきなさい。初日に遅刻なんて許せない。もう何でもいいわ。多分大したことないわ。まさか。はあ？急ぎなさい。初日に遅刻してしまうわよ。落ち着いて大丈夫だよ。あと、まあ、ズボンを履くだけだ。まだズボン履いてないの？あなたがちゃんと着ないと兄弟揃って目をつけられることになるのよ。カルーソーだ。サピエンツァの大きなお屋敷に住んでる。おお。なんだ、